ワールドプレミアムボクシング WBC 世界バンタム級タイトルマッチ両選手入場です。はじめに青コーナーより挑戦者シモーネ・マルドロット選手入場です。WBC 世界バンタム級タイトルマッチ長谷川穂積5度目の防衛戦、チャレンジャーはイタリア半島の西、地中海に浮かぶ島サルデニア島からやってきたシモーネ・マルドロット。白い砂浜に青い海、コスタ・ズメラルダ、エメラルド海岸と呼ばれる美しく小さな町オルビアから夢を叶えるために来日しました。リズミカルに跳ねていますマルドロット。13歳からボクシングを始め、今29歳、ようやく世界タイトル挑戦のチャンスを手に入れました。島の小さなジムで毎日コツコツ練習を積み、ヨーロッパバンタム級王座を獲得、防衛8回を重ねて世界ランク1位まで上り詰めた努力の人。人口5万人の町からやってきたマルドロット、海外での試合経験もありますが、初めての世界戦、華やかな雰囲気に少し戸惑う姿も見られました。3人兄弟の末っ子、父は水道の修理業、ごく普通の家庭に育ったマルドロット。少年の頃テレビで見たボクシングに心が躍り、それ以来世界チャンピオンになることだけが目標でした。 WBC 世界バンタム級の1位、シモーネ・マルドロットです。続きまして赤コーナーより長谷川穂積選手入場です。大きく気合を入れました。2008年1月10日、大阪府立体育会館、現在日本にいる5人の世界王者の先陣を切って、 WBC 世界バンタム級チャンピオン、日本のエース長谷川穂積、5度目の防衛戦です。去年の5月、4度目の防衛戦の後、長谷川の環境に大きな変化がありました。2002年春以来、二人三脚でチャンピオンロードを歩んできた山下雅人トレーナーが、去年10月神戸ポートアイランドに新生ジムを新設。山下さんに絶対的な信頼を寄せていた長谷川は、より良い環境を求めて千里馬神戸ジムから新生ジムへと移籍をしました。チーム一丸、長谷川穂積は何度もこの言葉を口にしました。6年間コンビを組む新生ジム山下会長を筆頭に、江藤会長代行らトレーナー陣は 100% 長谷川中心です。移籍の影響などで去年の防衛戦はたった1試合、ブランクは8ヶ月に及びましたが、長谷川は今回ほどチーム一丸の力を感じたことはないと、気持ちの充実、そして最高のトレーニングができたと話しています。上りの中、スポットライトを浴びながらチャンピオンの入場です。今日の移籍初戦、長谷川陣営は新生ジムカラーの赤に新調したガウン、トランクスを身にまとって心機一転のスタートを切ります。リングに上がる前、山下会長は必ず長谷川に話しかけます。今夜の言葉は、今回は背中に新生ジムを背負っている、チームの思いが込められている、とにかく思い切り好きなように暴れてこい、後の責任は俺が全部持つです。18歳でプロデビュー、プロテストには一度不合格、4回戦時代には2敗を喫するなど、決してエリートではありませんでした長谷川。山下会長と出会うまで決まったトレーナーさえいなかった長谷川、努力を重ね今のポジションを手に入れました。ジム移籍、仲間との絆、家族の支え、さまざまな思いを込めた5度目の防衛戦です。タイトルマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー、24戦22勝2敗、22勝のうち7勝が6強と、公式計量が117パウンド4分の3、新生ジム所属、2005年4月に伝説的王者からこのベルトを衝撃的に奪取し、この試合が早5度目の防衛戦、 WBC 世界バンタム級チャンピオン
を持つリアルチャンピオン長谷川、バンタム級日本人最多となる5度目の防衛は1年10ヶ月ぶりの KO で決めます。27戦26勝1敗26勝のうち10勝がノックアウト、公式計量は117パウンド2分の1、イタリア・オルビア出身、 WBC 世界バンタム級第1位、シモネ・プープーマドロット。29歳にして初めて世界タイトル挑戦のチャンスを迎えましたシモネ・マルドロット。 WBC 世界ボクシング評議会はジャッジによる採点を4ラウンドごとに公開します。3人のジャッジはアメリカ・フォード、メキシコ・セルバンテス、アメリカ・サザーランド、そしてレフェリーはアメリカ・ケニー・ベイです。去年はデラホーやメイウェザー戦のレフェリーを務めました。主な WBC ルールです。フリーノックダウンルール、偶然のバッティングによる負傷で試合続行不可能になった場合、4ラウンドまでならドローで王者防衛、5ラウンド以降はそのラウンドも含めた採点による判定です。使用するグローブは日本製です。放送席は元世界チャンピオンのお二人、ファイティング原田さん、飯田聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。理想は打たせずに KO で勝つボクシング、自分のボクシングで人を感動させられたら最高と話すチャンピオン長谷川、KO 防衛なら1年10ヶ月ぶりの KO です。WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、赤いトランクスチャンピオン長谷川穂積、5度目の防衛戦を迎えました。挑戦者は緑、白、赤、イタリア国旗のカラーをトランクスに縫い付けました。WBC 世界バンタム級1位のシモーネ・マルドロットです。長谷川は今日がプロ25戦目、22勝7 KO 2敗です。一方のマルドロットは今日が28戦目、26勝9 KO 1敗です。5度目の防衛戦の長谷川27歳、王座に在位して2年8ヶ月が経ちました。世界戦のリングはあのウィラポンからタイトルを奪取した試合を含めて6試合目のベテランです。去年の10月、千里馬神戸ジムからトレーナー山下雅人氏が新設した新生ジムに移籍をしました。この試合が新ジム移籍後初戦になります。さあファイティング原田さん、長谷川としては新しいジムに移籍しての初戦ということですが、気持ち的にも乗っているようですね。そうですね、そういう面ではやっぱりトレーナーはずっと一緒ですからね、はい、やっぱり今日は決まってますよね。そうですね、やってろっていう気持ちありますよね、はい、飯田さん、はい、マルドロットと長谷川は身長リーチはほぼ同じということなんですが、どういうところをポイントに置いてみたらいいでしょうか。やはり、まあ、長谷川チャンピオンの方のスピードですね。スピードを生かした戦い方が、できれば、はい、左チャンピオンの左です。チャンピオンの左いいですね。挑戦者もっとスピードもなくて、誰から右のフック行きました、まあ、今チャンピオンがどんどん出てますけどね、その打ち終わり相手も打ち返してくるんですよね。ゴリンゴリゴリギー4つですね。1ラウンドから激しい攻防になっています。挑戦者1位のシモーネ・マルドロット、イタリア半島の西、地中海に浮かぶ美しい島サルデニア島生まれです。基本は右構えなんですが、飯田さん、はい、頻繁にサウスポーにもスイッチしてくるんですね。そうなんですよね。今のところ、まあオーソドックスで戦ってますけど、ね、それはやりにくいと思いますね。どういうふうに変えてくるか、はい、どういうタイミングで変えるかちょっとまだ分からないですけどね。チャンピオンの長谷川は前半戦でボディを狙っていきたいと、そういう話もしています。距離の取り合いです。リングの中央、第1ラウンドは残り45秒、左のフック、挑戦者のマルドロット右のフックを返していきます。チャンピオンの長谷川、原田さん、挑戦者がやはり積極的に出ていますね。スイッチしました。そうですね、非常に長谷川君チャンピオンですね、はい、返しもいいですからね、仕事ね、だから僕が持ったマルドロットっていうのはね、速いと動くと思ったんですね、そうじゃないから、これだったら長谷川に出るっていう気持ちでね、やっぱりもう1回から打ち合ってますよね。そうですね、はい、非常に上下の攻撃もいいと思いますよ、はい、それ左フックがすごいですからね、入ってくるときに右を伸ばす長谷川です。右のフックちょっとバランスを崩しました。挑戦者のマルドロット、アートリジックチャンピオン、第1ラウンドが終了、お互いに手を出した1ラウンド目でした。アルコーナー長谷川積み新生事務所、1980年12月まで
兵庫県西脇市出身。1999年11月、次27戦26勝のうち1敗、26勝のうち10勝がノックアウトによるものです。放送席はファイティング原田さんと飯田聡さん、元世界チャンピオンのお二人です。ファイティング原田さん、長谷川が今日勝ちますと、はい、原田さんの持つバンタム級の防衛記録4を抜いて5回目になるんですね。素晴らしいですよね。非常にやっぱりこれはですね、はい、やっぱりバンタム級ってのはすごいですから、そういう意味で長谷川君はですね、これ燃えてると思いますよ、はいはい、さあ第2ラウンドが始まりました。今日長谷川が勝ちますとファイティング原田さん、薬師寺康生さんの持つバンタム級世界王座、日本人の防衛回数連続5回になりまして新記録になります。まあ、原田さんの時代は階級がまだ11しかありませんので、ちょっと単純な比較はできませんが、バンタム級で新しい記録を今日長谷川が狙っています。やっぱりしてもらいたいですね、これはね、はいはい、第2ラウンドに入りました。赤いトランクスがチャンピオンの長谷川、今日が5度目の防衛戦。一方の緑と白と赤イタリア国旗、あーっとバランスを崩しました。さあここにマルドロットが入ってくる、接近戦。飯田さん、はい、マルドロットは戦前の、あー激しい打ち合いだ。もうちょっと距離を取ってくるテクニシャンという話もありましたが出てきますね。そうですね、出てきますし、サウスポーになってますね今も、はい、この辺はやっぱり負けないで自分打ち勝つからいいんでしょうね、あれね。日本対イタリアの世界戦は実に35年ぶり5回目です。過去日本が4戦全勝しています。防衛にタイトル奪取が2回です。スーパーウェルター級の和島浩一さんがそのうちの3勝です。イタリア人は駆け引き上手、自分のペースをつかまなければいけないと和島さんは言っていますか。さあ飯田さん、はい、ここまでを見ますとこの挑戦者のマルドロットが前に出てきてペースをつかもうというそういう手が見えまして、で、左のストレートです。スイッチするタイミングを、まあ、追われた時とか、まあ、もっと少ないと思ったんですけど、はい、案外、まあ、1ラウンドのあのタイミングで変えたということは、今もサウスポーでやってますけどね、案外サウスポーで戦う時間が長い選手かもしれないですね。今もサウスポースタイルです。鈴木さん、はい、チャンピオンサイドなんですが、山下会長、まずはちょっと立ち上がり硬いなとチャンピオンのことを語りましたが、はい、相手の方がもっと緊張していると、はい、そして左のスイッチに関しては左ストレートが大して伸びてこないので気にするなという話です。そうですか。飯田さん、これ右から左にスイッチするというのはボクサーとしてはどうなんでしょう、やりにくさってあるんでしょうか。まあ、今も2ラウンド目、スイッチしたところで長谷川チャンピオン、チャンピオン1人を作る。いいですね、この距離を合わせるのに時間がかかるんですけども、あっともうカットしましたね。これが心配なんですよ、はい、やっぱり傷がちょっと長谷川の方は今までの防衛戦で左右の目のカットっていうのがかなり頻繁にありましたからね。これが一番失敗なんですよ、僕はこれが一番なんですよ。偶然のバッティングによって流血した場合、試合続行不可能ならば4ラウンドまでならばドローで王者の防衛になります。現在は第2ラウンド、もうサウスポーになってもオーソドックスになっても、はい、もう長谷川チャンピオンの距離は分かったんで、分かってますか、変えられても戦えてますね。第2ラウンド標識がなりました。残り10秒切っています。回転ですね、相手がですね、やっぱり千代田氏のストレーマルネットあたりが、ね、初見に来ますからね、はい、第2ラウンドが終了。チャンピオンが右目をカットしました。お知らせをいたします。ただいまの第2ラウンド、赤コーナー長谷川穂積選手、右目の上を射発いたしました。この負傷は引き抜き下根マルドロット選手の有効なパンチによるものです。第2ラウンド、チャンピオンの長谷川が右の眉のあたりをカットして出血しました。飯田さん、はい、これはマルドロットのパンチによるカットということになりましたね。そうですね、このまま出血がひどくなりますと長谷川にとっては不利な状況になります。そうですね、今のスローで見るとバッティング頭当たってない気もしますけどね、さあ第3ラウンドです。長谷川の右の眉毛からの出血は挑戦者のマルドロットのパンチというジャッジが下されました。さあ第3ラウンドです。今回長谷川のモチベーション、防衛戦のモチベーションの大部分を占めるのが自分のためというか環境を作ってくれた山下会長、これへの恩返しをしたい、こういった思いがあります。
千里馬神戸ジムでトレーナー専属トレーナーをしていた山下雅人氏が去年の10月神戸のポートアイランドに新生ジムを作りました。そこに移籍しての初戦を迎えていますチャンピオンの長谷川穂積です。鈴木さん、はい、その山下会長によるとですね、傷の具合なんですが幅が2センチでちょっと大きいなというふうに話していました。飯田さん、この傷によってチャンピオンのこの防衛戦のプランに乱れというのは生じますか？やはり、まあ、ストップが怖いので、まあ、そこだけやっぱりもしこれがマッチが流れるのが多くなってくると、はい、まあ、やっぱ焦るのはしょうがないですね。選手としてはやはり勝負を早めに決着しようとは焦りますね。探知による傷で続行が不可能になった場合はテクニカルナックアウト負けと、そうなんですね、いうことになりますからね。ですからね、はい、さあ第3ラウンドです。右から左を伸ばしていきます。大きな振りをしていきました挑戦者のマルドロット。鈴木さん、はい、マルドットサイドですが、初めての世界戦ですが、いつも通り落ち着いていると、ただもっとアグレッシブにもっと中に入っていくというシーンです。もっとアグレッシブに、ファイディングハラさん、十分にアグレッシブに見えるマルドロットですが、もっといけということなんですね。そうですね、僕はね、そういう時逆にですね、はい、今まで大体あのそれを決めていきますとですね、非常に最下位の長谷川君もですね、ストレートフックが当たりますね、はい、KO されてる場合そういうところにですよね。と結構マルネットマルドロットと結構今冷静になってますよね、はい。飯田さん、改めて伺いますが、はい、長谷川というのはどういった特徴を持つボクサーなんでしょう？やはりスピードですね。もう持ち味はとにかくスピードで、はい、その中でまた回転の連打で倒すこともできるし、ワンパンチで倒すこともできるっていうチャンピオンですね。そしてカウンターパンチというのが非常に上手い選手ですよね。そうですね。で今のところやっぱりこうマルドロット挑戦者もいろんなパンチ打ってきて、またスイッチしたり、はい、サウスポー構えになってみたりしてるので、ここでちょっと大振りのもらったりはしてますね。一方飯田さん、マルドロットというのはこう今までを見てどういうボクサーに見えますか？僕が一試合こうビデオで見たんですけども、その時以上に今日はアグレッシブでよく足が動いてるんですよね。そうですか。またスイッチをしました。ちょっと長谷川の右の眉毛からは出血が止まりません。さあ激しい打ち合いになります。第3ラウンドまもなく残り10秒、左のボディ、この左のボディを今日は打っていきたいというチャンピオンの長谷川です。残り10秒切りました。第3ラウンド距離を測っています。チャンピオン左から入っていく。わあ、打たれながらでも大振りしてきますね、はい。第3ラウンドが終了しました。去年の10月、長谷川の専属トレーナーをしていた山下氏が神戸ポートアイランドに新生ジム、真実の真に正しいという字を書くんですが解説しました。この方が山下さんです。山下さんなしでは今の自分がないと絶対の信頼をするチャンピオン、より良い環境を求めてジムに移籍をしました。今日がその初戦です。第4ラウンドを迎えました WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、長谷川穂積5度目の防衛戦になります。赤いトランクスが長谷川穂積、白緑赤イタリア国旗のカラー、挑戦者1位シモーネ・マルドロットです。ちょっとフェイントをかけるようなジェスチャーを見せていますチャンピオンの長谷川。ファイティング原田さん、はい、長谷川の方は挑戦者のマルドロットの動きというのがよく見えているような気もしますけれども ね、 そうですね。逆にですね、僕はミドルの、ね、相手が切ったのはですね、はい、もう一回と思ったんですけど、はい、見てますね、これはね。マルドロットのパンチにかぶせるように長谷川のパンチが当たるようになってきました。29歳にして世界初挑戦のチャンスを得ました挑戦者のマルドロット、スキンヘッドの選手です。子供の頃テレビでボクシングを見まして、一瞬にして心を奪われました。いつかは自分もあの舞台で戦いたい、世界チャンピオンになりたい、そういった思いを胸に16年間ボクシング一筋にやってきました。まあ、ファイティングハラトさん、イタリア人と言いますとね、人生を楽しむのが世界一得意な国民、食べたり飲んだり踊ったり、こういった楽しいことをするのが大好きな国民なんですが、このマルドロットはそういった楽しさを全て犠牲にしてこの舞台に立っているんですね。両の人ですよね、右のフック、やっぱりこれ的な力を入れますよね、非常になんか僕が来た時ね、来た時にやっぱり彼女をつけてるんでしょ、はい、これはっていう感じが、はい、
頑張るんですけどね。そうですね、試合になると違いますね、やっぱりね。世界チャンピオンになりたい一心で16年間頑張ってきたマルドロット。さあチャンピオンの長谷川パンチを出す。アッパー、バカに飯田さん、はい、チャンピオンが乗ってきましたね。そうですね、やっとこのラウンドからペース出てきましたね、はい、やはり今まではちょっと、まあ、あのブランクもあったりとか、8ヶ月ブランクになりました。そうですね、まあ、移籍しての第一弾というのもあって、はい、若干硬いのがあったんですけど、やっと、出てきましたね。去年5月の4度目の防衛戦は南アフリカのベチェカという選手、あまりにも情報がなくてちょっとリングで消極的になってしまったのが反省点、長谷川言っていました。今日はお客さんが感動するような前に出て倒しに行くボクシングをしたいと話しています。ようやく第4ラウンドになりまして、その兆しが見えています。チャンピオン、あっと右を大きく振っていきました。チャンピオン挑戦者のマルドロットがもっと、チャンピオンの方がスピードで目を引くと思ったんですけど、あっとまた足首が激しくなりました。ちょっと頭が当たりましたかね。難しいね、今頭ぶつかりましたね。ちょっと頭のあたりをジェスチャーでアピールしています長谷川です。あ、ちょっと出血がひどくなりました。僕はこれが心配なんですよね。第4ラウンド終了、ちょっとチャンピオンの出血が心配です。第2ラウンドでパンチによる傷によって出血を起こしました。これは飯田さん、かなり当たってますね。ちょっと出血が激しくなりました。そして WBC では4ラウンドごとにジャッジの採点を公開します。ラウンドが始まりましたらその採点ご紹介したいと思います。第5ラウンドを迎えました WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、赤いトランクス長谷川穂積5度目の防衛戦。今放送席に第4ラウンドまでのジャッジが来ました。チャンピオン長谷川40対36、長谷川リードが2人、39対37、長谷川リードが1人ということで、ほぼ長谷川穂積にジャッジはポイントをつけています。バイディカナトさん、ここまでご覧になってこのジャッジの採点などを含めて4ラウンドまで振り返っていかがでしょうか。そうですね、非常に明を切ってからね、ちょっと冷静になってますけどね、はい、その前だったら逆に相手が来ると思うんだと思ったんでしょうね。そうですか、来ると思ったら帰ってチャンスだと思ったんでしょうけど、あーっと左のストレート。飯田聡さん、はい、ここまでを振り返るとともに今後の展開をしていただきたいんですが、まあ採点では、一方的に長谷川チャンピオン有利になったんですけども、どちらがペースをしっかり取っているかというとまだまだなんですよね。そうですか。でもう少しこの、採点も開きがあるということで、はい、長谷川チャンピオンは自分のペースで戦えれば中盤以降、さらにもっと、ポイントもだし、はい、ペースもしっかり掴んでいけると思いますね。飯田さん、長谷川がペースを掴むにはどんなパンチが必要になってきますか。ちょっとですね、まだ今日は長谷川のスピードがまだ生きてないところがあるんですよね。まあ、相手も、大振りで振ってくるので、はい、そこでスピードの回転の連打がところどころ見せられれば、しっかりと自分のペースになると思いますね。そしてボディを打っていきたいということですが、まだあまりボディは出てませんね。そうですね、前半でボディを打つことによって後半マルドロットのスピードを鈍らせる働きもあります。しかしまだここまではマルドロットの全身にまだそのボディは打てていません。鈴木さん、はい、やはり採点も見てですね、トレーナーからマルドロットに何をやってるんだと気合を注入しましたね。なるほど、待ちの姿勢になるなと、迷わず打っていけというシーンです、はい、ぐっと長谷川を見据えています。挑戦者のマルドロット、左手が伸びました。挑戦者鈴木さん、はい、高橋さん、一方のチャンピオンサイドなんですが、右を小さく小さくスピードスピードという指示が出ています。はい、アッパーです、長谷川、はい、そして傷に関しては、深さはそれほど変わってないので大丈夫だろうとトレーナーを話しています。なるほど。第2ラウンドにパンチによるヒッティングでカットをしました。そうですね、指示通り、ジャブですよね、長谷川チャンピオン、ジャブのスピードと手数が増えてくればどんどん、ペースが取れて、左ストレートも生きてきますからね。さあリング中央、右を伸ばしていきました挑戦者のマルドロット。さあパンチを見切ってチャンピオンチャンピオンが下がる展開です。前に出る挑戦者のマルドロット、出てきますね挑戦者は、出てきますよね。で長谷川チャンピオンが打つと必ず打ち返すんですよね、はい、ここでちょっと今までは、チャンピオンの回転スピードのある回転の連打が出てないんですけども、あっと左です、挑戦者の左、
日野しぶきが取りました。さあ第5ラウンドが終了です。挑戦者はイタリアのシモーネ・マルドロット。 WBC ランキングは1位です。ヨーロッパのバンタム級のチャンピオンでもあります。現在防衛8度ですから、タイトルマッチの経験は豊富にあります。29歳、しかし世界戦は初挑戦。こちら婚約者のバレリアさん、今日勝ったらプロポーズ、こういうことになっています。お互い人生をかけたリングです。第6ラウンドに入りました。世界バンタム級タイトルマッチ12回戦第6ラウンドに入っています。チャンピオン赤いトランクスの長谷川は今日が5度目の防衛戦です。日本のバンタム級世界王者ファイティング原田さん、薬師寺亜生さんの4回が最多防衛。今日長谷川が防衛をしますとその記録を抜くことになります。バンタム級のリミットは 53.5kg です。全17階級中5番目に軽いウェイト。ファイティング原田さんが日本で初めてバンタム級の世界チャンピオンになってから43年が経ちますが、そのうちバンタム級の世界チャンピオンはわずかに6人しか出ていません。日本人にとっても非常になるのが難しい階級といえます。あっと左のフックを見せてきましたチャンピオン。まだこのラウンドはまた1ラウンドから仕切り直したかのように距離を取り合ってますね。お互いに非常に飯田さん、チャンピオンの表情も落ち着いてますね。そうですね、もうチャンピオンの方はこう見切って、カウンター狙い、一発取れるんじゃないかっていうのも頭にあるかもしれないですね。相変わらず右の眉毛のあたりのカット、血は流れています。2ラウンドにパンチによるカットです。またパンチによって傷が広がった場合、試合続行不可能になってしまいますと長谷川の TKO 負けになります。ですから長谷川としても傷をケアしながらの戦いということになります。あーっと右のフック、挑戦者チャンピオンの左、回転の中からの左ストレート、打ち下ろすような左ですね。チャンピオン、今挑戦者の左のフック、いいフック入りました。本当に相手合わせてくるんですよね、いいパンチを。これがやりにくいんですよね。ボディから左に顔面へ接近戦、頭をつけるパンチを出していく挑戦者。第6ラウンドのボリン君を切りました。これはいいな、中に入られてるんですね。中に入る、右に引きますから左がね、目の中に、右目の中にやっぱ血が始まる、非常にやりにくいですからね。チャンピオンにとってはそうですね、はい。あー対応した、2打打ち、相打ちになりますね。サボリーから左の右、チャンピオンの右、あーちょっと目が見にくそうです。チャンピオン力いっぱいパンチを繰り出していきます。チャンピオン、そして挑戦者、4度目の防衛戦のベチバ戦とは全く違う打ち合いに転じています。チャンピオン第6ラウンド、あーっと右1人当てていきます。チャンピオン左、チャンピオン、チャンピオンも回転の速いパンチが出てきました。第6ラウンドが終了です。ファイティング原田さん、はい、接近戦での打ち合いを見てどちらに分があるというのはありますか。そうですね、挑戦者のね、ドロッとやっぱりあの前に出てますからね、非常にね、挑戦者が、はい、前が出てくると長谷川君のですね、カウントうまくんですね、あれが出るんですけど、それだけのスピードがいいんですね。前に出るのが早いですね。なるほど、さあこれから第7ラウンドを迎えます。後半戦です。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦は第7ラウンド後半戦に入ってきました。赤いトランクスがチャンピオンの長谷川、そして緑、白、赤、イタリア国旗、イタリアのシモーネ・マルドロット。 WBC ランクは1位です。
飯田さん、はい、この挑戦者のパンチどんなところを気をつけた方がいいですか。いや、やっぱり一発一発力強く打ってきているのと、あと外からの大きく振り回してくれるパンチ、これもまたパワーもあるんですよね。これを打ち合いの中で思いっきりこう相打ち覚悟で振ってくるので、これは要注意ですね。長谷川としてはどの距離がいいんでしょうか。接近戦でしょうか、離れた方がいい。